皆さんこんにちは、ビーレジェンド上野です。本日もトレーニング種目解説していきます。今日ご紹介する種目はアーノルドプレス、肩の種目ですね、ご紹介していきたいと思います。アジャスタブルベンチを立てていただいて、通常であればこのような感じでダンベルを上に上げるのが、通常のショルダープレスであるのに対して、このアーノルドプレスはスタートポジションがこのように小指と小指が向かい合うような形で握ってもらって、ここからひねりを入れて上げます。動作としてはこんな感じ。通常のショルダープレスと同様、三角筋の全部ターゲットとなる種目です。動作のポイントなんですが、ひねりを加えて上げて、でひねりを加えて戻す動作なんですが、戻す時のこのひねりを加える時にすごく三角筋への刺激が高まりますので、動作が雑になりがちなところではあるんですが、この戻す際のここで、しっかりとダンベルをコントロールできるように行ってみてください。通常のショルダープレスのようにシンプルに上げ下げではなくなるので、動作自体に慣れていない方が行うと、ちょっとダンベルの扱いでこうフラフラっとなってしまうこともありますので、最初のうちは軽いダンベルでしっかりと習得してから重量を上げていくようにしてみてください。アーノルドプレスの特徴として、通常のショルダープレスよりも可動域が大きく取れるっていうところと、このショルダープレスの動きだと、例えば肩が痛かったりする方でも、このように、まあ、アーノルドプレスであれば肩が痛くならないというような方もいらっしゃいますので、肩が痛くてそのプレス種目を諦めている方は、もしかしたらそのアーノルドプレスであと痛くないという場合もあるので、導入も検討してみてはいかがでしょうか。今回は、アーノルドプレスを紹介していきました。怪我をしている状態でどの種目ならできるとか、どの種目なら痛みを感じないみたいなところで、まあ、引き出しがあるかないかで変わってくるかと思います。今回のアーノルドプレスのように引き出しとして持っておくと、どこかで役立つかもしれません。この動画を実際やる際に見返していただけたらと思います。以上です。